なんだこりゃ。え、空色と桃色ってことは、青の部屋。あれ、ついに羊毛開けられるじゃん。これの、ここだよね。開けるわ。で、ここで道が開いたから、え、これ取っていいの？ダメだと思うな。これ多分ドロップしちゃいけないやつだと思うんだけど。ちょ、待って。多分ね、僕にしか分かってないんだよな。なんか編集でどうにかできる？できる気がしないな。編集でどうにかできると思わないんで。ちょ、皆さん、頑張って。頑張れ、頑張れ。紫は下、右行けるから、こうして、こうして、こうじゃね？うざ。うざ、なんかあるし。ドア。え？じゃあ、緑じゃなくて、黄色だな。なんだよ、どこも行けないじゃん。あれ？白水色って弱い？白水色環境じゃない？まあ、やっぱオレンジ環境か、これ。なんで僕はこんな、誕生日なのに、脱出ゲームやってんだろう。なんで閉じ込められてんだろう。なるほど。なるほど。面白いじゃないの、シャッフルルーム。たく。こんなんわかるかよ。今、適当にこう弓放ったんすよ。なんかカチッって言うんですよ。まあ、このドロッパーからこれが出てくると。あー？え、これは何？ちょ、待って待って。ちょ、待って待って。この部屋どうやって入んの？え、上から入ってこいってこと？え、この部屋どうやって入んの？やばない？え、桃色やばくない？羊毛ないな。あるわ。あーってことは、右が開通するから、な、右が開通しても意味ないんだよな。ん？桃色の部屋のさ、羊毛絶対壊せないんだけど。こうか。あ、これいけるか？あ、逆か。あ、いける。あー、ふう、いけた。で、これで、ピンクの部屋の、右が開通したことによって、どうなる？たまに花あるんだよな。ここ、この謎を解ければ、ここが開いて、で、隣のドアも多分開けられるはずだから、一気に進むんだけど。まあ、でも一個、とりあえず一個、道が開いた。見つけた。これだ。あ、ほらね。柱があって、で、真ん中に色が3つだから、多分これ合ってるぞ。あ、違う。え、ちょ、待って。ちょ、待って。落ち着け。白、ピンク、紫だっけ。ああ。あれ？ちょっと待って。順番わかんなくなった。え、これ間違ってる？あれ？え、何が違うの？これ。開いた。いや、まあ、紫と白が分かってたから、真ん中当て突っ放でいけるかなって思ったらいけたんだけど、なんでオレンジなんだ？で、そうだよね。ここ開くよね。あー、二つ来た。これラストだな。で、あとは、持てるだけ。とりあえず、灰色から。あ。赤黒部屋。あ、左開いてる。いいね。左開いてる。あ、入れるね。ボタンあるね。三つの鍵をすべて同時に使え？え？三つの鍵をすべて同時に使え？覚えてないぞ。三つの鍵？二つしかないけど。だから、まあ、残されたのが、オレンジ、黄色？あ、違う。黄色、ピンク、濃い灰色、どっちだ？濃い灰色か。同時に使えたから、ここに当てはめるんじゃないのかな。で、残り3つ。まあ、これ、部屋がもし繋がってるんだとしたら、うわ、灰色から入るといいのか？あー、ちょ、待って。わかんなくなっちゃった。とりあえずこれでいってみよう。黄色、灰色、ピンク。
いやー、行けなさそうじゃね？行けないか？あ、行けないね。お、待って、なんか開いてないか。お？あれ？おい、ちょっと期待しちゃったじゃないの。右から入る？ってことは、ここ緑だな。緑にしてみたけど、いけるかな？あ、緑だといけるんだ。うわぁ。一旦、中断。あ。ワールド入り直したから、これドアとか全部閉まっちゃってるじゃん。ゲームを一度中断する際は手持ちの部屋をすべて実体化してから終了するようお願いします。はい、ここまで進めましたリセットしてでね、ま、全部のブロック手に入れたんでちょっとねメモろうかな。うん、どこがどうつながってるのかっていうのを全部メモろうと思って、こちらっすね、ペイントアプリ使いましょう。この9種類の部屋がね、あるんだけど、まあ、こんな感じで、空いてるところを、こんな感じで、ドアの方向を書いていこうかなと。できた！こんな感じになってるんですけど、これをさらに、9つの部屋にこう置くんだけど、ちなみにこの赤いね、赤い矢印は上に出口があるよっていうサインです。左利きがさ、マウスで文字書けるはずがないんだよね。うん。1番の部屋に置かなきゃいけないのは、黄色かオレンジか白。もうこの3択。なぜかっていうと、ここにしかドアがないから。ここにドアがあるから。ドア、入り口があるから。だから黄色、オレンジ、白の3択。白を選んだ場合、上に出口が出るから、次はここに上の出口がある。のを探すんだけど、青しかないんだよね。だから白の次に繋がるのは青しかない。青を4番に置くとどこも入れないですね。だから白青のこのコンビは結構厄介で、多分だけど全部を効率よく使うんだと思うんだよね作者さん別にさ、この作者さん結構丁寧だから全部綺麗に使うんだと思うんだけど、4、7、5、8、6、9どっかに置かなきゃいけない。なんか麻雀麻雀の話してる。これ数値層ウーパー6級層にしか置けないんですよ、この2枚は。とりあえずさ、9番の右の部屋見ていい？9番の右のここの部屋見たいから、ここ9番のこの奥の部屋、奥の部屋を一回見てみたいので、ちょそこをゴールにしようか。お疲れ様でした。ん？あれ？これいけるか。薄灰、緑水色、白、オレンジ。ああ、ここ紫か。ちょこれさ、このまままっすぐ行って、ああ、そうだよね。扉開いてるから緑の部屋入れて、で、この赤の部屋に繋がってるから、通り抜けられるんすよ。ああ、ここで閉じ込められちゃうのか。オレンジ、この後ろピンク。あ、無理。え、なんかいけそうじゃね。あ、いや、無理か。ん？なんか、あれ？なんか手応え感じたんだけど。ちょ、待って。これピンクと濃い灰色逆にしてみようか。この二つ逆。多分、ちょ、一回やってみる。こういうこと？ああ、そうだよね。ピンクに入れる。で、こっちも繋がってる。けど、そう、この先に行けないんだよ、これって。あ、いや、行ける！あ、そうじゃん。ここの部屋がある。あ、やば！あ、そういうことか！あ、開いた！開いた！おい！そういうことか、3つの鍵。うわ。うわ。
完璧かよこれ作った人。コングラチュレーションズ。いやーマジか、脱出成功おめでとうございます。本作をプレイしていただきありがとうございました。いやーこちらこそ本当にありがとうございました。シャッフルルームズでは部屋を入れ替えるシステムが前面に出てしまっていたので、もし次回作を作ることがあればフレバヤ的謎解きに重点を置いたものを作れたらいいですね。まあ、実はねこれ小平井さんの1作目の作品なので、まあ、この後に一軒家からの脱出ってやつと、僕が実況したストレンジデイハウス1、2が作られたと、まあ、以前では実装が難しかった謎解きや表現が最近では取り入れられるようになっていて、今後作られる脱出マップもとっても楽しみです。ではでは。はい、というわけで今年の誕生日で脱出マップをして過ごしました。めちゃくちゃに楽しい脱出マップだったんでね、いい一日が過ごせました。ありがとうございました。まあマイクラ最近サボり気味だけど、まあ、今後もねなんかいろんなシリーズとか配布マップやっていくので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、最近ねチャンネル登録者数が300人いきそうで、僕にとっての誕生日プレゼントがそれになりそうです。ありがとうございます。ということでまた次回もお楽しみに。バイバーイ。